皆さん、こんにちは。私、文島理香と申します。私は日本の歴史が好きなバーチャル YouTuber、歴女 VTuber です。このチャンネルは、歴女である私、文島理香が、ひたすら日本史の動画を上げていくチャンネルです。よろしくお願いいたします。この動画では、飛鳥時代、持統天皇の政治について解説していきます。持統天皇は、前回の動画でやった、天武天皇の奥さん。天武天皇の妃がなぜ、天皇に即位したのか。そして即位した後、どのような政策を行ったのか。この動画で、説明していこうかと思います。最後まで見てもらえると、嬉しいです。ってことで、行ってみましょう。ではやっていきましょう。前回の動画では、天武天皇の政治について、やりました。今回はその続きですね。天皇の権威を強化し、天皇中心の中央集権体制を進めてきた天武天皇。しかし志半ば、天武天皇は病に伏せってしまい、686年、天武天皇は崩御します。そして天武天皇の次は、天武天皇の皇后である持統天皇が即位した。と学校で習ったかと思います。これはちょっと細かい話ですが、天武天皇の崩御が686年で、天武天皇の奥さんである持統天皇が即位したのが690年。即位するまで4年間空白の期間があります。天武天皇の崩御後、持統天皇はすぐに即位せず、しばらくしてから、即位したわけです。これはどういうことかというと、持統天皇は最初、昭政と呼ばれる、天皇に即位せず、政治をとっていたんです。なぜ持統天皇は、昭政をとっていたか。それは天武天皇と持統天皇との間に生まれた子、日下部の皇子を天皇にするためでした。当時、天武天皇の次期後継者は、日下部の皇子で決まっていました。本来なら、天武天皇の崩御後、日下部の皇子が、天皇に即位すればよかったのですが、この時彼は、25歳。当時、30歳以上でなければ、天皇に即位できない、という慣習があったんです。この系図を見てもわかるように、日下部の皇子以外にも、天武天皇の息子は何人かいました。日下部の皇子がすぐに即位できないのであれば、彼以外の人間に即位させることもできたでしょうが、実子である日下部の皇子を即位させたい。そう考える持統天皇は、半ば強引な手段を取ります。なんと持統天皇は、自身が天皇の代行、天皇の代わりとして、政治の指揮を取ることで、時間を稼ぎ、日下部の皇子が即位するのにふさわしい年齢、30歳になった時、皇位に就かせる計画を立てたんです。今も昔も、愛する我が子のため、強引な手段を取ってしまう親って、結構いますよね。さて、持統天皇の昭政時代に行われたのが、飛鳥清見原令の施行。天武天皇の時代に制定された飛鳥清見原令が施行されます。制定と施行、時期のズレに注意。と思うかもしれませんが、そんなんで正誤問題はあんまり出してこないかな。どちらかというと、こんな感じで、持統天皇の時代には、ほにゃらららが施行され、といった穴埋め問題が多い感じ。なので、持統天皇の時代、飛鳥清見原令を施行って、必ず覚えておきたいです。
こうして、息子である草壁の王子を天皇に即位させるため、自身が天皇の代行として、政務を取り、時間を稼いだ持統天皇。長く時間を稼いだこともあり、草壁の王子も、いい年になりました。息子である、草壁の王子が、いよいよ天皇に即位するか、と思った矢先、持統天皇に悲運が襲います。689年、なんと草壁の王子が、病により、薨去されます。草壁の王子の急死によって、我が子を天皇にするという、持統天皇の願いも、儚く消えてしまいます。大きな悲しみに襲われた持統天皇。しかし、悲しんでる暇はありません。息子、草壁の王子の急死によって、次期天皇をどうするか。ここで心が折れないのが、持統天皇の凄さ。持統天皇は、息子を天皇に、という方針をすぐさま切り替えます。ちょうどこの時、草壁の王子には、猿の巫女、という息子がいました。持統天皇から見ると、孫に当たります。そこで持統天皇は、孫である、猿の巫女を、天皇に即位させようと考えます。しかしこの時、猿の巫女は、まだ7歳。天皇として即位するには、あまりにも若すぎます。なので持統天皇は、カルノミコが、ある程度成長するまで、中継ぎとして、690年、自ら天皇に即位することを決心します。孫である、カルノミコを皇位につけるため、即位した持統天皇。天皇として即位した持統天皇はまず、690年、皇位年爵、と呼ばれる、戸籍を作成します。先ほど出てきた、飛鳥清美原陵。現存せず、不明な点が多いものの、国家組織の整備、戸籍作成などの行政行為を制定した、と思われます。そんな飛鳥清美原陵に基づき、作成された戸籍が、皇位年爵です。皇位年爵、と聞いて、なんか似たような言葉を聞いたぞ、と思った人。そう、中大兄皇子改め、天智天皇の時代、670年に、皇位年爵、と呼ばれる戸籍が作成された。皇后年爵と、皇位年爵。これら二つ、名前も似てるし、どちらも戸籍なわけですが、作られた目的が、全く違います。天智天皇の時代に作られた、皇后年爵は、氏姓を正すため、そして、白村江の戦いでの敗北を受け、唐、新羅の侵攻に備え、戦いに参加できる人民の数や所在を把握し、すぐに兵を募り、集められるよう、皇后年爵が作成された。徴兵を円滑に行うための戸籍なわけですね。これに対し、持統天皇の時代に作られた、皇位年爵は、反伝収授を前提に作成された戸籍。反伝収授については、別の動画で説明する予定ですが、ざっくり言うと、反伝収授というのは、国民一人一人に田んぼを与え、耕作させて、そこから税を取っていくというもの。どこの誰に、田んぼを与え、税を徴収すればいいのかがわかるようにするために、皇位年爵が作成されたわけです。皇后年爵は徴兵。皇位年爵は税収。しっかり区別して、覚えてもらえればと思います。皇位年爵というのは、反伝収授を前提に作成された戸籍。なので学校の授業では、最初の反伝台帳。反伝収授を実施する際の基本台帳って教えたりします。そしてこの皇位年爵、6年ごとに新しく作り直す、6年一蔵を原則としました。690年に作成以降、696年に更新、その次は702年、その次は708年、といった感じですね。
そして694年、持統天皇は、飛鳥清水原の宮から、新しい都へ移します。藤原京の遷都です。藤原京は、天武天皇の時代から造営されてましたが、天武天皇が崩御したことで、一時中断。夫である、天武天皇の遺志を継ぎ、持統天皇は、藤原京の造営を再開。694年に、見事完成させ、遷都しました。藤原京は、今までの都とは、大きく異なり、当時の中国、唐の、都城制、と呼ばれる都市制度をもして、造営された都。都城制というのは、このように、宮と呼ばれる、天皇の住居、政治や儀式を行う場所。その周りを、京と呼ばれる、天皇に仕える有力豪族の屋敷、民衆の住宅、市場で構成された、都市制度のことです。そして天皇の住居の周囲、街路に関して、城防制と呼ばれる制度を用いて、道路を区画。このように、五番の目のようにして、道路を区画。東西方向に敷かれた道路を、城。南北方向に敷かれた道路を、防、と呼ぶことから、城防制、と言います。さらにこの藤原京、大和三山と呼ばれる三つの山、耳なし山、かぐ山、うねり山。これら三つの山がすっぽり収まるほどの、広大な面積を有した都であった、とされています。そしてこれまでの都は、原則として天皇一代ごと、新しく天皇が即位するごとに、造営、遷都しましたが、この藤原京は、持統天皇、文武天皇、元明天皇、三代の天皇の都として、栄えました。ちなみに、これは余談ですが、藤原京とは、近代に作られた学術用語であり、日本の歴史書、日本書紀には、荒ましの都、と記されています。こうして、自らが天皇に即位して、夫、天武天皇がやり残した事業を、次々に完成させつつ、孫の狩野巫女の成長を待った、持統天皇。そして697年、孫の狩野巫女が、15歳になった時、持統天皇は、天皇の位を退き、狩野巫女に上位します。狩野巫女が第42代天皇として即位、文武天皇となります。天皇に即位したと言っても、文武天皇はこの時、15歳。文武天皇の独力で、政治決断をさせるのは、少し無理があります。そこで持統天皇は、皇位を譲った天皇、太上天皇となって、文武天皇を補佐、政務の貢献役を務めました。文武天皇の時代で覚えるのは、701年、大宝律令の制定です。入試に出るのは、大宝律令の編纂に関わった人物。天武天皇の子である、長壁親王が総裁。中富の鎌足り、改め、藤原の鎌足りの子である、藤原の不人が副総裁となり、彼らを中心に、大宝律令の編纂が、進められました。さて、大宝律令の、律令、という言葉ですが、律は、今で言うところの、刑法にあたり、令は、今で言うところの、行政法や民法にあたります。これまでに出された法令、天智天皇の時代に出された、近江令、持統天皇の時代に施行された、飛鳥清水原令、これら二つは、行政法や民法にあたる、領、のみでしたが、文武天皇の時代に出された、大宝律令では、刑法の律が加わった。大宝律令の完成によって、律令制の政治が開始。初めて国家法典が完備した、とも言えるでしょう。
そして大宝律令の他に、702年、遣唐使を再開します。粟田の真人を、執設使と呼ばれる、使節団の最高責任者に任命。白村江の戦いでの敗戦から、約40年。唐との国交正常化を目指し、遣唐使を派遣しました。持統天皇、文武天皇の話はこれくらいで、今回はここまでにしましょう。いかがだったでしょうか。最低限覚えてもらいたい重要語句には、黄色文字で、大学受験をする受験生に覚えてもらいたい語句は、赤文字。正誤問題などでよく嘘をついてくる箇所には、赤でアンダーライン。といった具合に板書しました。この動画が参考になった、という方がいましたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までこの動画を見ていただき、ありがとうございます。次の動画も見てくれると嬉しいです。ではまたー。